ウーピーです。パピーです。ウーパーピーです。山の毛ミュージアム。本日は諸橋近代美術館に来ております。この美術館はダリ専門と言っていいぐらいのアジアでは珍しくダリの作品が常設されている美術館ですね。まあ、世界的にも確か3位か4位ぐらいの数の作品が揃っていると。パピーの美術の入り口に結構ダリはやっぱ関わっていて、小学校低学年ぐらいかな、あの図書館で見たダリとかマグリットとかエッシャーとかそこら辺を見てから、なんかああいう不思議なね絵がすごい好きで、シュルレアリスムっていうジャンルというか運動ですよね、美術の運動、その辺にハマり出したと。うちはシュルレアリスムってちなみに意味知ってる？何回も聞いたことあるけど忘れちゃう。例えばさ、あれちょっとシュールで可愛いねとかよく言わない、うん、ちょっとシュールでいいねとか、うん、直訳すると超現実主義、要するにあの現実を超えた表現の仕方というか、うん、もうちょっとなシュルレアリスムを分かりやすく言うと夢と現実の矛盾した表現っていうのかな、夢か現実かみたいな、あとはこう理性をなくした表現、ちょっと気持ち悪いのとか、うん、そういう表現の仕方いっぱいあるでしょ。すごくねこの建物が素敵で、ダリが住んでそうな建物なんですけどまあある意味住んでるというかね、あの作品があるからね、うん、どうでしたかうちゃんは今日ちょっと見てみて。結構ダリだとヒゲのイメージで、そうだね、ずっといてあのヒゲは、ね、どんな作品かあんまりちゃんとよくは知っていなかったけど、なんかやっぱりちょっと前の人だけど今現在でもありそうな表現の仕方、他のアーティストさん芸術家さんの作品を見ると歴史を感じたりとか、ダリは結構ライフとかさ雑誌の写真もそうだし、知ってるものにも関わってたから、割となんか最近のデザインとかにも通ずるものだったばっかりだったね、うん、すごいおしゃれだった、おしゃれだったし、あの古さを全然感じなかったよね、ユーモアがあってね。ちなみに今日はこういうことやってましたね。ハルスマン、カメラマンさんだったね、ハルスマンね。ダリーをすごいいっぱい撮って、いろいろ今のファッション誌に通ずるような写真だったね。おしゃれおしゃれ、ね、すごいおしゃれだった。でということで、すごくねロケーションが素晴らしい場所なので、皆さんもねぜひ諸橋近代美術館に来てみてはいかがでしょうか。昨日大内からね一回あのこちらに飛んできて、でまたこれから大内にね戻るんだけども、うん、だちょっと若干寝不足だっていう昨日の晩はねミルちゃんがいっぱい舐めてきて、もう夜中もう寝てる間にもうね、もうパパは3回ぐらい起こされたから、でもね舐めた後にこう布団の中にね入ってきてね、脇の下あたりにこういるのが可愛くてね寝不足で、これからまたちょっと戻って、はい、でしたらもう今日はもうね夜東京の方に、ね、帰ってじゃあちょっと親子ゲームを一応お約束なので、割と大人しめの今思いつきました、メジャーなマジカルバナナでいきましょう。眠いし若干あの甘いもの食べたいよね今ね、うん、ちょっと甘いもの食べて頭を、うん、そんな感じですよね。じゃあ行きます。はい、ツーシー、はい、マジカルバナナ、バナナと言ったら黄色、黄色と言ったら信号、信号と言ったら三色、三色と言ったら三色餅、三色餅と言ったらお花見、お花見と言ったら桜、桜と言ったら綺麗、綺麗と言ったらウーピー、ウーピーと言ったらパーピー、あーパーピーと言ったらあーもう全然乗らないね、これ罰ゲームをね、うん、結婚させた方が乗るんじゃないの。デコピン、うん、やめよ、デコピンはやめよ、やめよ、パパだってパピーウーピーのことデコピンできないと思う、爪切ってるから痛くない、いやこっちだよこっち系、こっちやったことないでしょ、こっちなのデコピンって。パパの時代はねこっちでこうやってやるとめちゃめちゃ痛い、いやあの中指でパチーンってやってね、よく子供の頃中学生の時やってた、こっちじゃないんだ、もうみんな真っ赤に腫れて、でもそれが楽しかったけどねこれからちょっと甘いものをね食べて元気を出そうかなと。それではまた皆さん See you。